はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、前回の続きをやっていきましょう。前回の続きって言ったらもう日付変わってんだけどね。24日目の、今朝ですね。前回が23日目の夕方ぐらいで多分終わってたと思うんだけど、はい。まあ、丸一日一晩明かしまして。で、なんだっけ？これか。これほら、作りました。祝福された土頭改造パーツ。あとね、ちょっとボスを討伐に行きまして、夜のうちにね、これ見てほら、ボスを倒してきた。砂漠の町に行ってね、砂漠の町に行って、ここら辺のボスを倒してレベルを上げてきたので、マシンガンナーを上げることができて、このタクティカルアサルトライフルも作りました。バンバンと。はい。で、これ品質3だから、多分ね、もっと2個つくでしょう。あ、でもね、もっと2個つくよね。ちょっと先にこれやろうか。これをまず改造して、これ抜くんだけど、これはまあいらなくて、これ連射が速くなるだけなんで、で、できれば8スコア多分つかないんで、まあこれと、あとね、これに、スコープついてるんで、このスコープ抜いて、で、こっちにつけようかな。こっちに両方つけようかな。スコープとこれ81、ああ、まあまあ強くなったね。さすが品質3、まあ、これでいこう。タクティカルアサルトライフルね。で、バレッテはちょっとやめといても、これ拾ったんだよね。ほら、あのボス倒したらマグナムのね、品質5、マグナム使うか。マグナム使っていきましょうか。で、なんかつくのあるかな。フルこういうのはつかないんだよね、多分ね。多分つかないよね。あ、つかないよね。だよね。リボルバーだからね、つくのってさ、こういうのとかこういうのとか、まあ、スコープは確かついたような気がするけど、さすがに8スコアつかないんで、あれ、これにこれつくんじゃない？これにこれつきそうじゃない？あ、つくよね。あ、だよね。10発、あ、10発出るようだった。あ、ラッキー。不意に思いついた。で、これもっと結構つくと思うけど、つけれるのがそんな、124か。強えな。もうちょっとなんかつかないかな。もう、まあ、フルオートとか、セミオートとかでもつけばいいけどね。まあ、つかないんだよね、これね。あの、オートマチックの銃じゃないと、この辺つかないんだよね。この辺ね。こういうのとか、こういうのとかね。スコープはまあ、8スコなんかつくわけないし。つくわけないけど、一応見てみるか。あ、もう何もつかないね。やっぱ無理だな。まあいいか。124だったら、124か、まあまあだね。うん、一発の破壊力はあるね。だからね。この辺はだから一旦返して、これでよ、問題は。銀には殺菌効果が高いから、不浄なものにもよく効くんです。金にダイヤを添えてそれっぽく仕上げました。飾りなのか、それ。装飾なのか、金とダイヤっていうのは。基本、銀だけでいいんじゃないの、これ。ね、金とダイヤ装飾みたいだよ。スカルクラッシャーが、武器の基本、基礎攻撃力プラス30ってめっちゃ強くなるんじゃない、じゃあ。70ぐらいになるってこと、まあ、つけてみましょうか。じゃじゃん。まあ、これ、なくていいな。変わらんやん。変わらんやん。基礎、大して変わらんぞ。大して変わらんぞ。42、46、3しか変わらんけど。もしもし？ 30 上がるんじゃないのか。違うのか。なんか騙された感があるな。スカルクラッシャー系武器に装備か。相手はゾンビの場合だけか。なるほど。ゾンビの場合、バフが入るんだ。そういうこと？相手がゾンビの時に限り、限りってことか。なるほどね。これつけておくか、これに。とりあえず。待って、これ刃がついてるから、これもつくんじゃないの？地味に。これ、つかないかな？あ、つくよね。だよね。刃がついてるもんね。まあ、こんな感じにしとこうか、じゃあ。ということで、まあ、これは置いていくでしょ。で、弾を、9ミリ弾はもういらなくて、マグナム持ってきましょうか。マグナム弾。これ置いていくか。ね、いらないよね。射銀。これね、シャラリンがない。このアクションがね、それいらんやろ。それいらんやろって感じだけど。よっしゃ。ちょっとボス討伐いきますか。ねえ。ボス討伐。
今いるのここじゃないですかね。これずっと行くと、ここにまた町があるんですよ。ここにもね、多分ボスがいると思うんだけど、まだ見てないんだよね。こう、ずっと行って、ああ、町あるんだな、みたいな感じで引き返してきたので、まだね、この辺、トレーダーヒューがあったっていうだけでね。ちょっとここの町に行ってみようかな。ボスがひょっとしたら、この町にはね、プーさんしかいないから、いないから、てか、プーさんしか見たことないからね。いるの、そのうち出てくるのかもしれないけど。今のところね、プーさんしか見たことないんで、プーさんちょっとね、いまいちってわけでもないんだけど、美味しいんだけど、蜂蜜いっぱい持っててめっちゃ美味しいんだけどね、プーさんね。もうちょっとなんか、違う敵が、敵と戦いたい。ということで、向こうの町まで行ってみましょうかね。この町。まあ、向こうにもちゃんとトレーダーがね、トレーダーヒューがいて、で、町並みはね、ビルがあったかな、ビルがなかったかな、あんまし覚えてないんだけどな。あ、これ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 。これだ。あるじゃん、やっぱり。あ、取れる取れる。アイシクル、なんだっけ。アイシクルストーン。これ、ここ掘ったら、あ、わかんなくなっちゃった、どこか。掘ったらあんのかな？上にあるだけ？どこだったっけ？どっか、どこだかわかんなくなっちゃったわ。しまった。続けて掘ればよかった。ああ、もうどこだかわかんなくなっちゃったわ。あの下にもあったのかな？やばいわ。わからなくなっちまった。まあいいか。まあいいか。一個ね、見つけてあるんだよね、鉱脈は。うん。まあそれ、また後でね。後で行くなりなんなりしましょう。はい。ということで、とりあえず今日は、レベルをもうちょっと上げて、なんだっけ。なんだっけ。ほら、アーマー。なんだっけ、ヘビーアーマー。ヘビーアーマーをもう一個レベル上げたいんだよね。今4なんだけど、5にしたい。5にしたい、とりあえずね。うん。で、ヘビーアーマーも、全然武器が拾えない。武器っていうかね、アーマーもそうだけど、拾えないからさ、もうやっぱ普段あんま作らないんだけど、作った方が、作るのもありかなっていう気になってくるよね。あんま拾えないから。あれ、道合ってる？合ってね。なので普段取らないね、アーマーパーツとかあったら拾いたいし、あとは売ってたら買うのもありかなと思ってたけどね。売ってたらね。あ、これトレーダーヒューですね。ヒューさんちょっと見てくるか？サクッと。ヒューさんちでも、あ、どっから入るんだっけこれ。こっちか。こっちから入るんだっけ。ベベン。こんにちは。トレーダーヒュー。なかなか開かないトレーダーヒュー。ここは漁ってないからね。漁ってみるのもありといえばありだけど。このトレーダーヒューでもあんまり覚えてないんだけど、ね、どこに何があるか。あ、あんまり、弾薬ボックスとか中にあるんだっけ。こういうの開けてみたいけどね、開かないんだよね。この無線機は必ずあるね。あ、これ開かないんだ。この上は、上なんかありそうじゃない？なかったっけ。全然覚えてないんだけど。上に下にゴミ箱があって。はい。お茶。あ、これ熱いんじゃない？そうでもなかった。まあでもアロエか。アロエもまあ、悪くはない。悪くはないよ。まあ無敵だからいいでしょ、開けっぱなしでも。ねえ、別に。ガソリン欲しいな、これ。取れる？あ、取れそう。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゴミ。樽は漁れないんだよね。樽は漁れないね。ゴミ。はい。なんか、チェスト的なものはないんですかね。あ、ここに箱があるね。はい。あ、ウッドだ。アイシクルウッド。これ発電機。発電機は漁れないんでね。ちゃんと電気のある生活してんだね、ヒューさんはね。あっと、薬。はい。ベインキラーか。ベインキラーはまあないよりました。あ、ここにみんな固まってんだっけ。本は出ないのね。あ、ビーカーだ、やったね。ビーカー出た。ラッキー。ビーカー持ってなかったからね。ありがとうございます。これ開かないんだ。ありがとうございますって感じだね。よしよしよし。まあいいでしょう。まあいいでしょう。あかん。こんにちは。ヒューさん。ヒューさん、ちょっとなんか、
アーマーのパーツ持ってないの？持ってなさそうだね。なさそうやな。あ、プレイヤー自販機が売ってる。プレイヤー自、あ、プレイヤー自販機ってあれか。自分で補充できるやつ？あ、待って、マッシュルームがめっちゃ欲しい。あ、売ってんじゃん、これ。あ、2個か。これ買いに来ようかな、後で。2個。2個買いに来るか。それ、でもそれぐらい？あ、それぐらいでね。これ、あされないんですか？あされないのか。ここはこれ、あされないのか。なんかこの辺の箱はあさ、あ、これか。弾薬ボックス。10個。この辺はあされないんだ。もうめっちゃあされそうな雰囲気醸し出してるけど、あされないんだね。これね。こっちはあされたような気がするな。あったあった。ああ、弾ね。ああね。ああね。これあされないんだよね。残念ながらね。上なかったっけ？あ、これ上があるのは、あれか、レクトンちか。レクトさんちか。よし、この町に、ちょっとボス的なものがいたらラッキーなんだけど、いないかな。あれ、ここじゃない？あ、もうちょい向こうか。もうちょい先か。町があるのは。まだ見たことないボスがさ、結構いるはずなんだよね。っていうか砂漠の町に出てくるあのなんか3人しか知らないからさ、ねえ、もっといろいろ、あ、道間違えた？あ、道が間違えてるわ。こっちじゃない。あ、ここにもある、アイシクルなんちゃら、アイシクルストーン、まあ、ちょいちょいあるね、やっぱね。なんか探す、あ、なんかビルあるじゃん。あ、すごい、ダイションがある、ダイションが、ディションタワーがある。あ、そうか、そうそう、そうだった、思い出した。そうそう。ディションタワーがあるんだった、ここ。ここ暑いね。あ、ここ暑いよ、なかなか。っていうか、まあメインはこれだけなんだろうけど。パトカーもあるよ。走りすぎじゃね？パトカー開けてみようか。あれ何？トラックか。パトカー開けてみたい気がするね、ちょっとね。これでも、あ、俺なんか衝撃ドライバー取ったような気がするけど、置いてきちゃったな。衝撃ドライバー、衝撃ドライバー取らなかったっけ俺。なんか取ったような気がしないでもないけど、まあいいか。あ、湧いた、めっちゃ湧いたね。警官湧いた。あっ、え、バフ発動。痛い。やっぱ汚染ゾンビ強えな。倒した？結構目の前に湧いてくれたね。はい、開けてみよう。せーの。じゃん。いまいちだった。まあまあ、まあでもないよりも。あ、いるじゃん、ボス、やっぱりほら。ドクロマーク出たわ。じゃ、ボス見に行こうぜ。ボス見に行こうぜ。あれを構えた方がいいかな。なんだっけ。ミョルニル。ミョル、ミョルニル持った方がいいか。ミョルニル。ミョルニル。レンチの代わりにミョルニル持つか。まだ生きてるの前すごいね。君はなれない。君はなんない？いるいる。あ、やっぱま、雪の街だから、どんなボスだ？何あれ？待って、二人いるわ。何電気走ってるけど。プラズマ博士。なんだプラズマ博士って。プラズマ博士が走っ、え？え？こっち来るんじゃないの？あ、なんか上がっ、どこ行くの？どっか行っちゃったけど。プラズマ博士、自由だな。あそこに犬がいるけど、犬やりたいね。来い。ボス二人、あ、なんだ、お前もなんかラットウルフだって。こけ方よ。お前、犬のくせにこけ方えげつないこけ方、そんな。よいしょ。あ、でかいね、こいつ。いっぱい肉取れる。あ、やった、ありがとうございます。いや、ここはちょっと敵多いね。プラズマ博士と戦いたいんだが、どっか行っちゃ、あ、いるいる。あれ？二人いたような、あ、まだ生きてんの、お前。あ、別のやつか。別のやつか、燃えてるもんね。さっきのやつ燃えてるもんな。プラズマ博士と、このバフが効いてるうちに、プラズマ博士と戦いたいんだよ。
何なんか出そうとしたなお前。プラス待ってる。潜っていっちゃった。倒したい。倒したいプラズマ博士を。来い。来いプラズマ博士。何どんな攻撃すんの。わかんないけど、出てないじゃん。炎食らってるからか。倒した倒した倒した。どんな攻撃すんのか見えなかった。プラズマ博士。あ、いっぱいわーっと品種持てねえ。残念ながらプラズマ博士持てないわ。俺バイクどうしたっけ。バイク拾わなかったっけ。あ、持ってんね。バイクに積もうか。レベル上がりましたね。でもね、しっかりとレベル上がりましたね。プラズマ博士ありがとう。プラズマ博士、何でもプラズマで説明できる。そんな人いましたね、なんかね。そんな人いましたね、リアルでもね。意気込んで出ていった博士は翌日ゾンビとなって発見された。あ、そうなんだ。ゾンビになっちゃったんだ、プラズマ博士。残念ながら。ああ、それはそれは。ご愁傷様です。はい。あ、まだいるね、ボスね。うわー、出た、フォード来た。お散歩来ちゃった。突然現れるお散歩報道。あ、なんか、あ、待って、お前リーダーか。こいつがリーダーか。リーダーはね、あの、ラッキールートを落とすんだよね。赤いやつね。これ、ゾンビに対して30アップしてんのかな。雑魚ゾンビが相手だと分かんねえな。効果のほどは。祝福されてんのかな。まだいんの。めっちゃいるよ。まだいる。OK。OK ですか。ちょっと漁りたいね、これね。じゃん。あー。ヘルメットは解体すると何になるんだっけ。あ、衝撃ドライバー。あ、卵ありがたいね。卵5個も持ってた。これ解体すると何になるんだっけ。あ、鉄なのか。じゃあ。まあまあ鉄でもいいか。どうせ使わないからな。売っても大した金額じゃないので、まあ解体しちゃうか。衝撃ドライバーね。あれ、今ボスいたけどさ、ちょっとここにバイクで近くまで行くか。なんかこっちの方にボスのマーク出てたけど、今。この裏ぐらいに。いなくなったのかな？いなくなったか。いなくなっちゃった。ここに止めるか。広い駐車場に止めるか。もう一人ぐらい倒したいね。なんかね。遭遇したいな。プラズマ博士の攻撃がちょっと見たかったけど。プラズマ撃ってくんのかな。ねえ。デュン、デュデュン、デュン。いないな。ボスいなくなってたら残念。あ、いた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 。あ、向こうにもいる。誰？君は誰だい？ナイトバロン。ナイトバロン？あ、持ってる。残忍だ。オッケー。こいつ、あ、こいつ、爆発するやつじゃない？こいつなんか、ファイアボール打ってくるやつだ。痛い。燃えた。燃えた、燃えた、燃えた、燃えた。オッケー。勝てる、勝てる。ナイトバロン。私は、これなんて言うの？常読み？常闇？夜の貴公子。かっこつけてんな。かっこつけてますね。もう一人いるんで、あいつもやるか。誰？プラズマ博士じゃないの？あれ。プラズマ博士だ。ちょっとプラズマ博士、こう、めちゃめちゃ走り回って。あいつ自由だな、マジでな。プラズマ博士自由すぎるやろ。博士。うわ、爆発したぞ。博士の攻撃か。博士。ちょっと博士。博士弱い。博士弱いな。攻撃が強力な分、HP が低いとか、そういう類のボスなのかな。あ、いるいる。ナイトバロンくんがいる。いや、これ爆発するかな、お前。爆発するのはやめてくれ。こいつ。こいつ爆発するからな、マジで。
倒した倒した倒した。よしよしよし。スレッジハンマーが強すぎる。あっと、あ、品質1か。もう一個、ドクロマーク出てたけど、消えた？あ、消えたね。OK、レベル上がりました。めっちゃ上がった。ちょっと待って。ヘビーアーマーをマックスまで上げたい。あ、鋼鉄アーマー品質4だよ、これ。来ました。来ましたよ、これ。来たよ。まだ 3つも余ってるけど。この辺も早くなるんだっけ、スレッジハンマー。早くしとこう。OK。ちょっとこうなると鋼鉄アーマー作りたくなるね。作りましょうか。部品そんな持ってないんだけどね。でも、1個ぐらいなら作れるかな。1個ぐらいなら作れるかも。そんなに部品持ってないんで、9個いるんだったかな。ねえ。あ、9個いるのはあれか。品質が低い時の話か。品質上がったからもうちょいいるかな。10個ぐらいいるかな。10個ぐらいいるかもしれないね。そうなると、20個は持ってないからね。20個は持ってないから、あんま作れないかもな。あんまり作れないかもしれん。ちょっと一旦戻るか。ここの街いいね、でもね。まあ、ここでも走ってきてもそんなに遠くないから、通ってもいいよね。ディションタワー行ってみるか、途中まででも。まあ、一番上まで行くのはちょっとしんどいかもしれないけど、クエストじゃないからね、途中でやめれるからね。途中まで行ってみたい気がするな。ディションタワーチャレンジでもう下の方は散々やり尽くしたんで、やり尽くしたっていうか、ねえ、散々動き回ったからな。あ、あれがあるね。植木鉢があるから、多分ね。あそこで植木鉢回収してくるのはありだね。工作ブロック作るのにね。それはありかもしれない。そして、ガソリンがなくなりそうだけど、さっき取ったから多分、ちょっとぐらい持ってでしょ。おっと、ラットウルフ。こけんのお前。あ、スタンするんだ、こいつ。スタンというか、転ぶんだね。一応。ありがとうございます。お肉。あ、待って。給油しておこう。あ、あ、そうか。こん中か。ガソリン。あ、こん中だ。400しかないけど、400あったらまあ、家までは帰れるか。19パスタ、帰れるね。帰る、帰ろう。帰りましょう。まあ、一旦帰ろう、とりあえず。で、アーマーが作れるかどうかちょっと見るかな。買いに行く。あ、2個売ってたね。それ2個売ってたね、さっきのね。さっきのとこにね。2個か。何個あるだろうな。15、6個あると思うんだけどな。15、6個じゃあでも多分1個しか作れないんだよね。うん、多分ね。何か1個って感じなんだよな。まあでも鉄のスクラップアーマーをまだ使ってるから、それを考えると何でも作れるんなら何でもいいような気がする。どんな構成だっけ？この辺とかそうだね。スクラップグローブとかだもんね。スクラップレッグアーマーとかね。これは多分品質4。この辺は一応まあ後だな。作るとしてもね。じゃじゃん。ちなみに、どれ？あ、この辺か。鉄鋼グローブ。12もいるんだ。ほんと1個しか作れないわ。あ、品質4に上がったからね。何がいいだろう。レッグアーマーがいいかな。グローブにしようか。手折れたりするかな。まあでも順番に全部作っていく必要はあるよね。とりあえずね。ちょっと荷物整理するんでちょっと待ってくださいね。はい、荷物整理完了しました。はい。ということで、鉄鋼アーマー作ってみますか、一個。どれにしよう。グローブにしようかな、やっぱ。グローブ。いや、まあ、レッグアーマーにしようか。レッグアーマー作るか、とりあえず。じゃじゃん。ちなみにパーツはね、17個。やっぱりだから1個しか作れないね。裁縫キットあるから。あ、裁縫キットがない。裁縫キットがないわ。裁縫キットか。向こうにある。裁縫キット作れないんだっけ。裁縫キット作れないの。
裁縫具作れない。ん、何に使ったんだろうな。何使った、裁縫キットって。裁縫キットって何に使うんだろう。いっぱいあったような気がするんだけどないっぱい持ってたような気がするんだが、どっかよそに入れちゃったわけないか。あー、作れないか。砂漠にあるかな。砂漠拠点にあるかもしんないけどね。2個ぐらいならあるかもしれんけどな。いや、8でいい。9いらない。で、これは、12個でいいんで、5個置いていこう。ね。で、ダクトテープは作らなきゃダメなので、作りましょう。8個。作ろう。これは作るとして、はい、はい、はい。あ、やばい、布がなくなってきちゃう。布も最近取ってなかったからね。で、連鉄や炭鉱はここにたくさんあるんで、燃やしといて、よいしょ。よいしょ。炭鉱は4じゃ、40も使うんだ。結構使うね。結構使いますね。よいしょ。はい、40。よいしょ。40ね。で、あと、裁縫キットだけか。裁縫キットあったような気もするけどな、向こうに。ちょっと見ていきましょうか。15時か。あ、待って、ガソリン持っていこう。ガソリンがなかった。ちょっと見に行くか。あんまり持ってなかった。あんまり持ってなかったな。どう？向こうだね。もう、直線距離で行っちゃいますけどね。よいしょ。給油して。多分あれなんだよね。あそこ目指していこう。よし、行くぜ。あ、そういえばね、昨日の動画でさ、ほら、荒野の土壌だったかな。土ね。土どっかで採掘できないのかなっていう話をしたじゃないですか。そしたらね、速攻でね、速攻でひまわりネイルさんからコメントがつきまして、なんか荒地で取れるって教えてもらいました。速攻だった。早かった。だから、昨日のね、面言の動画を公開したのが、夜中の12時に、12時頃多分編集終わってるんで、12時半ぐらいだったと思うんだけど、夜中のね、12時半頃に公開して、なんかね、2時か3時ぐらいにパッと見たらもうコメントがついてて、そんなことが教えていただきました。はい。だってさ、俺さ、こうやって聞いたらさ、これね、これちょっと言い訳ですけど、こうやって聞くとさ、ね、なんか、私的にはなんかね、西部劇をイメージしちゃうんですよ。で、西部劇をイメージして、で、なんかね、なんだっけ、熱を溜め込んでどうのこうのみたいな熱い土みたいなことが書いてあったから、もうね、もう砂漠バイオムで取れるもんだとずっと思ってました。はい。でもさ、まあ、荒野だからね、荒れたのだからね、言われてみれば確かに荒れ地なんかと思って、なるほど、そっちかとか思ってね、夜中に一人で納得しました。はい。その後でまた他の方からもね、その後でコメントをもらってましたけど、荒れ地にあるみたいなコメントいただきましたけどね。まあでもね、なんだっけ、ダイヤモンドを作るのにいるんだよね、だからね。その、荒野の土壌、荒野の土壌だったから、なんかそんなやつがね、いるんですけど、あれこれ倒したやつだからね、出てるけどね。でもそのダイヤモンド作るのに、石炭が1200だったかな。12000だったかな。あ、めちゃくちゃいるんだよね。ここじゃない。あった、13個もあった。オッケー。でもここじゃ作れないんだよね。あ、イージスの盾作れるようになってる。また銀塊がいるじゃん。待って、機械部品持って帰ろうか。機械部品持って、あ、布もあるじゃん。布持って帰ろう。あ、骨も持って帰ろう。ダクトテープとか持って帰ろう。あ、持って帰ろう。結構いろんなものを持って帰ろう。なんだかんだ言って全部持てちゃうか。この辺はもう何も。ガンパウダーがちょっとあるだけか。この辺はいらないな。ロックピックとかもまあいらんね。モッドはまあいらんか。いるとしたらこれぐらいか。これさ、
これにつくかな、このリフレックス改造パーツ。あ、つくね。あ、つくんだ、これ。どんな感じ？あ、そういう感じになるんだ。あ、なるほどね。これでも割とまともだ。あ、割とまともだね、これね。少なくともタクティカルアサルトライフルにつけた時よりかはまともだね。これはまあこれでいいや。これはまあしょうがないね。しょうがないね。よし、じゃあちょっと帰って作るか。帰って作ろうか。とりあえず。あ、こっちじゃない。よっしゃ。え、来た甲斐ありましたね。うん。はい、帰ってきました。相変わらずゾンビいるね。相変わらずいるな、ゾンビは。相変わらずいらっしゃるね、ちょっとね。経験値稼がしてもらうか。よいしょ。よいしょ、痛い。痛いな、お前。経験値稼がしてもらうかな、ちょっと。ビビたるもんだけど、こいつら、雑魚倒したところで。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。まだいる？まだいるね。向こうにもいるか。よいしょ。よいしょ。もう本当にさすがにもうレベル90ぐらいになったのかな。もういくつだろう。レベル、あ、90だね。あ、待って、レベル100になったらなんかアンロックするんじゃなかったっけ？あれ違ったかな？レベル100でなんかアンロックしたような気がするな。もうちょいだ。もうちょいだけど、そのもうちょいが大変なんだろうな、きっと。ね、もうちょいって言いながらも、そのもうちょっとが大変なんだろうな、きっとな。なかなか上がらないんだろうな。それこそ、ボスもっといっぱい出てくれてもいいんだけどね。一回倒すとなかなか次出てこないからな。ねえ。ここのプーさんなんか全然出てこなくなったよ、なんか。最初に見たきりかな。ねえ、プーさん全然出てこなくなった。どっか離れてたら出てくんのかな。ここにずっといるんじゃなくてね。あ、でも一時期離れてたもんね、でもね。一時期離れてたな、そういえば。はい、ということで帰ってきました。あ、作れるね。鉄鋼レッグアーマー作りましょうか。OK、じゃあ、これでちょっと、武器もパワーアップしたし、使ってないけど、結局、スレハンしか使ってないけど、武器もパワーアップして、防具もパワーアップして、いい感じじゃないですか、これね。クマホルモンまでいっぱい持って帰ってきちゃったけど。クマホルモン何に使うの？今回は。やっぱステロイドなんか、アレコグは作れるんだ。あー、なるほどね。なるほど。レコグよりも、あれだよね。なんだっけ。フォートバイツ。フォートバイツのが欲しいね。なんか、ボスの攻撃がなんか辛そうなんで、強烈な一撃を放ってきそうじゃない？ボスが。ねえ。そう考えると、おっと、骨が振り切った。マジか。あれなんだっけ？接着剤作るのは骨とポリマーか。骨とポリマーだね、確かね。接着剤作るのね。5、7、半端だな。半端な数になっちまった。よいしょ。あーっと、いっぱいか。1個じゃ作れないな。まだ、ステーキね。ステーキを主食にしたいんだけど主食にしたいんだけど、そんなにやっぱもっと収穫できるようにならないと主食にはで回せないな。ちょっとね、出来上がってんじゃない今。出来上がってる。あ、できてる、できてる。あ、でもできてないのもある。じゃがいも。あー、いいね、いいね。できてないのもあるんだ。育ち方が一定じゃないんだよね、こいつ。あ、育成中だ。ああ、育成中だ。で、あ、ちょっとなくなってきたね。肥料が。肥料もなくな、また作んなきゃダメか。これ育成中。これも育成中。OK。OK、OK、OK、OK。あ、ここにしまっとこう。ちょっとディションタワーで植木鉢集めてくるっていうの手だよね。よいしょ。集めてくるかな。次回行きましょうかね。
もう1日終わってんじゃん。1日終わんのが、1日終わんのが早すぎるんだよね。まあ、あちこち動いてるからっていうのもあるけど。ねえ。あ、4つも作れる。あ、嬉しい。ありがてえ。そして肉なくなった。肉なくなるんだよね。やっぱすぐにね。すぐなくなっちゃう。いっぱい持ってても。ステーキにさ、使う肉の量が半端じゃないんだよね。15だっけ ?28 か。めっちゃ使うんだよね。5とかじゃないんだよね。まあその分ね、回復がでかいって、まあ、でかいって言っても20いくつなんだけど、25か。そんなにね、40とか50とかいくわけじゃないんだけどね。まあでも、この辺の缶詰さ、いくら食っても全然増えていかないからね。本当に。困ったことに。あ、できた。OKOKOK。じゃあこれ着用しよう。着用。で、だんだんこれ抜いて、ここにつけるか。はい。はい。はい。OK。OK。ちょっと強く、ちょっとは強くなったんじゃない?これ。なってない?どこ見ればいいんだ?ゾンビキル数違うな。これか。どこ見ればいいの?クレアーマー等級67。まあまあじゃない?なんかガリさん、アーマー等級80あっても、なんだっけ?荒地のボスにやられるって書いてあったけど、コメントに書いてあったけど、マジかよ。80って 80% 減だよ、ダメージ。ねえ、それでも死ぬんだ。すごいね。怖いね。怖いけど行ってみたいね。なんかね、ぜひとも行ってみたいですね。この、ミョルニをぶち込みたいね。これ、爆発ダメージってダメージ2000。待って、ブロックダメージが半端ないね。ブロックダメージ1万?ブロックダメージ1万だ。へぇ、爆発半径5。デモリッシャーよりは少ない。狭いね。ダメージ2000だったら、あ、でもボスはじゃあ、一撃じゃ死なないね、2000ぐらいだったらね。2万だったら死ぬと思うけどね、多分ね。これ逆だったら死ぬかもしれないね。1万と、ブロックダメージ2000だったらね。爆発ダメージとダメージのこの差はなんだ?足せばいいの ?2100 ってこと?まあ、よくわからんな。まあいいか。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。お疲れ様でございました。またね。